こんにちは。こんにちは。今日はですね、ルイド・デ・デールの、シャンパーなんですけど、まあ、いつもグラスシャンパーニュでやってるんですけど、コレクション242から243にちょっとうちの方でも、変わるって感じですね。ちょっと242の在庫がなくなったんで243に入ってくるんで、ちょっとテイスティングですね。そのどのぐらいあるのっていう感じでちょっと言っていきたいと思います。で、243の、まあ、資料的に言うと、まあ、2018年のヴィンテージがベースになっているって書いてありますね。はい。で、243っていう意味はメゾンの創立から243回目っていうことが書いてあります。で、あと、まあ、セパージュなんですけど、シャルドネ42、ピノノワール40、ピノムネ18なので、若干、242から243でピノとピノムネの比率がちょっと変わったって感じです。ピノノワールが36から40、ピノムネが、22から18に下がったみたいな感じですね。はい。で、まあ、まあちょっとこっちにあるんですけど、ヴィルト・プルミエの時なんかだと、ピノ40、シャルドネ40、ピノムニエ20なんで、まあ若干ですね、変わるっていうのが。でも大体比率的にはまあ442みたいなイメージなんですかね。うん、こちらが242ですね。やっぱ香りも、まあ、リーデルのウィングスのグラスで飲むとすごい香りが出てきますね。すごい芳醇って言いますか、まあ、うん、そうですね、うん、果実ですね。ちょっと、うん、レモンピールだったりとか、まあ、いいそこもありますし、ちょっと、うん、芳醇っていうところで熟した果実みたいな感じですね。はい。で、うん、まあ、資料にはキャラメルだったりとか、まあ、そういうことも書いてあったりするんですけど、うん、そうですね、酸もしっかりしててバランスが良くてとても美味しくて、まあ、まあ、シャンパーニュ美味しいっていうのはこれが、まあ、ベースっていう感じで僕は思って、いつも、まあ、お店の方ではルイド・デ・デールのシャンパンをお出ししてるって感じですね。で、こちらが新しい、243の方ですね。うん、1年違うっていうことで新しくなってるんで、微妙に柑橘系レモンみたいなのがふわっと襲ってきて、はい。そうですね、若干酸もキュンときますかね。はい、まあそうですね、ちょっと1年新しくなったって感じですね。で、やっぱり多分242の時も1年前は多分こういう感じだと思うんですね。で、やっぱり酸がやっぱり1年でやっぱりワインって落ちるような気がします。はい。なので、うん、まあやっぱりこう毎年こういう感じで出していくとフレッシュなシャンパーニュが飲めるんじゃないかなと僕も思います。はい。で、あとですね、まあまあこういう感じでルイド・デ・デール、まあこれブルート・プルミエって書いてあるんですけど、今度からコレクションの、243になります。M サイズで2200円、 L サイズ160cc で4000円って感じですね。で、あと、まあボアルベルジャックの2杯飲み比べセットっていうので2800円っていうのでやってますので、またお店の方に来ていただいて、いろいろシャンパンを楽しんでいただくといいかと思います。またよろしくお願いします。よろしくお願いします。